ホーマ SH906i は、シャープによって開発された、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。SH905i と同じく回転二軸型の折りたたみ式であるが、ヒンジが逆ヒンジになり、少し大きく厚くなった。外観は、SH903i に近い。なお、この端末もワンセグ搭載ではあるが、ディスプレイサイズ、ワンセグ画質。 ワンセグを操作するときのユーザーインターフェースなどが、シャープが規定するアクオス形態の基準に満たないため、この故障は用いられていない。横画面時にタッチパネルを使って操作できる。このタッチパネル対応液晶により、横画面 UI のメニューを操作したり、ワンセグ画面やデータボックスのサムネイルをタッチして選んだり、写真撮影時に画像中の顔を選んでピントを合わせたりなど、 多彩な機能が操作できる。なお、静電容量式のため、通常のスタイラスでは操作できない。SH904i から SH90X シリーズに使われてきたタッチクルーザーは、光タッチクルーザーに代わり、光学式センサーが採用された。また決定ボタンと一体化されている。設定により、タッチクルーザーの作動をオフにすることもできる。カメラは、 約520万画素になり、顔検出機能に対応した。また、カメラ用ライトが復活した。なお、SH905i と同様に、インカメラはない。ドコモのホーマ 90X シリーズの9 0 0に、i シリーズ以降のモデルでは、パナソニックモバイルコミュニケーションズ製端末以外で、初めて Bluetooth が搭載された。この Bluetooth を使い、別売のワイヤレスキーボードを買えば、 クワーティキーボードでのワイヤレス文字入力もできる。外部メモリーは、規格上限の 2GB までのマイケロス D よび 8GB までのマイケロス d h チェシーにも対応している。SH905i に引き続き、ドルビーモバイルが搭載されている。三菱電機製端末以外では初めて SH905iF で搭載された街キャラも搭載する。デジタルオーディオプレイヤーについては、 SH905i では対応していた SDO オーディオが非対応となった。最初からディスプレイに保護シートが貼られているが、これはガラス飛散防止のためである。剥がしてしまうとガラスが割れた時の怪我などの原因になる。2008年7月8日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。ありがとうございます。